朝と昼はザノバと一緒に食事をとっている。ちなみにこの食堂、結構俺の舌に合う料理が多い。現代の日本料理にはあと一歩届かないが、しかし似たようなものが出てくるので個人的には満足だ。エリナリーゼのあれの方は昼は大学、夜は町の方でしっぽりやっているそうだ。昼も夜も活動するとはタフなやつだ。師匠、世に人形の作り方を教えてください。彼は変態である。行き過ぎたフィギュアオタクとでも言うのだろうか。伝わってきます、伝わってきておりますとも。彼は人形を愛している、偏愛している。だが理解できないというほどではない。俺だって生前はフィギュアを使用したことがあるのだから。約束したではないですか。なぜ未だに授業を始めてくださらないのですか。俺はそんなザノバに対しもう少し待てと言い続けていた。本来の目的とはかけ離れていたのもあり、きっかけがつかめなかった。ザノバよ、我が修行は厳しいぞ。無論です、師匠。うむ、その息はよし。では奥義を伝授しよう。はい、師匠。俺たちの人形制作は始まったばかりだ。Oh my god.Oh, man. すまん。いいえ、ヨガもっと優秀であれば。よし、方法を変えよう。別のやり方があるのですか。ええ、極力魔力を使わない方向でいきましょう。それをどうするのですか。削り出します。それは最も現象的で最も確実な、しかし難しい方法だ。それなら魔力のないものでも可能なはずだ。なるほど、師匠、これなら世にもできそうですな。ああ、希望はいとも簡単に打ち砕かれた。ザノバは手先が器用ではなかったのだ。彼の怪力が邪魔をし、繊細な作業を行うのは難しかった。できません。世には、世には師匠のようにはできません。いい slaves? 売り場が多いですな。師匠、どうするのですか。僕も買うのは初めてですので、まずは適当に見て回りましょう。 A slave? Why are you looking for slaves? Whoa! 本当にみんな裸になるんだ。大きいな、あんな風になってるんだ。実に DD らしい反応だ。俺にもああいう頃があった。今はほら、ちょっと別の理由でさ。ルーデウス君はこういうの慣れてるんだね。先輩も経験を積めば多少は慣れるかと思いますよ。そうかな。っていうかルーデウス君経験あるんだ。師匠、戦士には用はないでしょう。我々が探すのは魔術の使える手先の器用な種族ですよね。手先の器用な種族というと、やっぱりドワーフですかね。デクスタリティ。ルーデウス君が魔術を教えるなら、魔術の使えない幼い子の方がいいと思うよ。なぜですか。無影症魔術って小さい頃の方が覚えやすいんだ。そうなんですか。あと5歳ぐらいから魔術を使い始めると魔力総量が爆発的に増えるんだ。一般的には生まれつき魔力総量は決まっていると聞いていますが。確かに教本にはそう書いてあるけど、師匠と僕の実体験からするとそれは間違いだよ。やはりそう聞くと、 2,3 歳の頃から魔術を使ってきた俺の魔力総量が多いのを頷ける。条件も決まったことですし、商人の方に聞いてみましょう。こいつだな。
Damn. あまりおすすめの商品とは言えねえが。ルーデス君。水砲撃ビビアスにルーデス。病気し。アシャディ、エフシュジアス、マザックスボーイ、ディオケ。オケ。Damn, dude. かなり絶望してますね。希望も何もなくて、死にたい奴の顔です。師匠はそんなものを見たことがあると。昔、何度もね。いいだろう、そんなもんだ。それでいい。生きたいじゃなくていい。死にたくないで、とりあえずいい。